美味しそうなグルルメ綺麗ななホテル可愛い洋服素敵な写真を見て期待に胸を膨らませていたのに実物を見てみたら写真と違うじゃんなんてことありませんでしょうか、うん、そんな期待外れはなぜ起きてしまうのでしょうかそしてそれを回避する方法はあるのでしょうか。まあよくねあの 言われるのはスカスカおせち騒動とか、はい、ああおせちで、ね、2>, 2年くらい前に、うん、ネットで予約して実際、うん、届いたら写真と違いすぎてみんながそれを SNS で写真を撮って共有し合うみたいなねことありましたけど、うん、なんかあれ写真見るとやっぱビフォーアフターみたいな振り落ちみたいな感じで申し訳ないけどすっごい笑っちゃいますよね<んー> <laughs> 白い服になっちゃうよ、うん、ね自分だったら何千円もかけたものがって思うと理りはうん、うん、お正月にしかもと知るっていうショックさ、ね、ああそっか は確かに何か悪質を感じるかもしれないですけど食べ物に関してのビフォーアフは私は結構許せちゃうタイプなんですよねフードとかメニュー飲食店でのメニューと来たものが全然違うっていう時あるじゃないですかあれは全然私は多いって許せちゃう違うじゃないか。そう食べればするしみたいなそう食べれるし笑っちゃうあれでもどこまで 許せますなんか私のイメージだとローストビーフ関連ってやっぱ写真詐欺多いかなと思ってわかるなんでなんでしょう難しい難しいですやっぱ調理低温調理とかるのがむず。肉って取るの難しいっていう説もありますへえ肉じゃないですか肉あと薄く切るのがむずいああなるほどローストビーフをなるほどはい。とか あんのかなあとあれ目の前で切ってもらった時の方が美味しさ10倍ぐらいに感じますよね。うん、切った状態で並べられてるものより切ってる様子が見たいっていう,うん、うん、それもある気がするいですんかこれで思い出すのがこれもひどい話なんですけど、うん、千原誠じさんがインスタかなんかでめっちゃブチギレた時があって。うんうん なんか海鮮丼を頼んだら写真はすごい盛りだくさんのやつなんですけど実際来たのは本当マグロの細い短冊みたいなのが5切れぐらい乗ってるみたいな確かにひどいんですよ。それを SNS にさらして「何やねん!」みたいなブチギレてらっしゃってでそれがワイドなショーで取り上げられてで松本人しさんが「ジュニア呼んだら政治が来たみたいなことやもんな」って言ってて「うんわあってちょっと失礼ながら。 うまいその全部を総括した天才のコメントだなと思ってしまったんですけどでもせいじさんの怒りもわかるよと思いましたけどね。うん。まあでもうん。いやそそれですよジュニアさん四点せいじさん来たら受けるじゃないですか。そう受ける受けますよね。それはそれで。バービさん許せるっていう。そうそう許せる。去年からですか。うん。せいさんと楽しく過ごしますもんね。そう。 違うじゃんって言って。映画なみたいな。そうそう。それでもうなんか逆に対等になれるっていうか、こっちも言えし、あっちも言える立場になるっていう感じで言い合える。私はあの、日本のメニューってあんまりそういうのないと思うんですけど、中華レストラン行った時に、全然メニューが違った時あったんですよ。空心菜頼んだのに、豆苗出てきたんですよ。豆苗じゃなくって言って、単価もだいぶ違うよねって言って、喋って、 えーみたいなこと言うから <laughs> もうみたいな感じで普通にいただくってことありましたねツッコミで消化させるという、ね、あ、そうですそうですそ,うかそれはあくまでそのクレームじゃなくてツッコミになりますもんねだ,だって払うお金も一生、はい、食べるのも一生ってなったらプロだからなそれはでも。<laughs> え、じゃあ逆にこれはすみませんこれちょっと違いますっていう場合はどのラインですか、うん、言ったことはないですねさすがに写真と違うじゃんって、うん、なんだろうなないな付き合わせが全然違うとかある飲食,ら、ね、飲食店はね言いづらいですねあでも前言ったけどのナチュルワインの番に行って<た>ナチュールワインじゃなかった時はいましたよ<出>た <laughs> 怒り消えてないじゃないですかまだ <laughs> 虚偽記載ですもんね数ヶ月前のオープニングトークオーガニックじゃないか厳密なねセールスポイントですもんねしかもねそこってそうですねそこは言いましたけど写真はあれかな現場では確かに言えないかも旅館とかでも言えないかなえじゃあ牛だと思って豚出てきたら言いますあそれは言うかもななんで違うんですかっていう聞き方で言うかもしれないそうですねあと旅館とかでこの写真ってどこですかみたいな この景色ってどこから見えるんですかみたいなそれ聞けます旅館の人に質問として見せながらでもしかしたらもう一回高いところからだともっといい景色見えるとかそういうご案内があるかもしれないじゃないですかそうですねホテルはよくなんか部屋の写真が例えば東京タワービューとか東京ワンビューとかだとその確約するお部屋はこちらですあねここからは見えませんみたいなしっかり書いてありますよねありますねそれもあるもともと違いますね ねうん、旅館とかだとあんま書いてない時が多いから<ー>一応聞いてみたりはしますかねここからこう撮るとこう撮れますよみたいなことかそう実はこの角の自動販売機があるスペースの窓から、うん、これいい景色見えるんですよみたいなこともあるんですよ本当にあるからそこ書いては思うけど。<laughs> 楽だからマビーさん近いかもしれないですそのトラブルを楽しむマインドは僕もちょっと持ち合わもああそっかそうなってくると芸人だからってい言われてるからですよねじゃあほにお金返してほしいとかのレベルになると例えばね海外の通販サイトファッションの通販サイトとかだと返品みたいなのもありますよね。私なんかよく あの自分はモデルとは違うってこう言い聞かせながらサイズ選んだりとかするんですけど、うんうんうん、サイズね、うん、サイズも難しいですよね確かにねマネキンとは違うんだよなっていうのを思いながらやるとかだから基本僕一回着たことあるものじゃないと通販じゃ買えないですね服は、えー、すごいサイズ感が合わない可能性高すぎません着しないと 身長で書かれてても僕身長1 8 0ンチの男性としてはありえないぐらいガリガリなんですよ多分だからお店とかに行くと身長1 7 0ンチの人とかと同じぐらいの服でちょうどいいですねみたいなことを店員さんが調節してくれるんですけど M でも良さそうですねみたいなそうそう S でも良さそうですねみたいなパターンもあったりするしやっぱねそれは着てみないと僕は分からないあそうなんだファッションコムの買えますめめちちゃゃあの 買いままくります全然試着もせずにそれってサイズ感があるちゃんとした服でもそうですか、うん、そうですねだからなんかおしゃれに着れるかなと思ったこのレースのワンピースみたいなのを着てみたらすごいあのドリフとかに出てきそうなネグリジェのお母さんみたいな感じのが出て届いて <laughs> <ー>。<laughs> あれみたいなこととかはありますけど、まあ、それも失敗を楽しむ感じなんです。そうですね、後半にあげようかな。あ、なるほど、に、二次利用まで考える。そう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 。あ、そうですね。そこの動線は確保しております。はい。だから、衣装で使ってね、とかもね。できますしね。うん。あと、それをこう、だと思ったら、こうだったよもできますしね。うん。そうですね。うん。一回着てインスタ上げたいとかはします。うん。うん。うん。 あの港区にお住まいのラジオネームパパのママレードさんも通販で買った服の色味がか色か<ー>だいぶ写真と違っていたことがありますと、うん、オレンジ色のポロシャツを買ったのですが、うん、ウェブ上で見るととても鮮やかなオレンジだったのに届いたものはくすんだオレンジでした商品をきれいに見せようと修正する気持ちは理解しますが色味には余計なことをしてほしくなかったです。あ<ー> いろんなね。口コミすごいありがたいですね。写真付きの口コミ。あ、写真よりちょっと暗いブルーが届きますとか書いてくださってる方いますよね。実際ほぼ茶色ですとかうんうん。すごいああいう方たちってなんて良心的なんだろうって思っちゃう。素晴らしいですよね。あれはウィキペディア書き込みまくってる人と同じです。よねその心理か。すごい情報という財産をみんなに世の中にシェアしたい。ありがたいですよ。あのちなみに写真と違うものが。 届いてがっかりっていう時に返金してもらえるパターンもあるそうなんですよ。よ、うん、弁護士ドットコムに載ってるんですけれども、はい、あのバッグを購入したところ持ち手の色が写真と明らかに違うものが届いたと。はあ、でこの相談者によると掲載されていた写真の持ち手の色は白だったが実際に送られてきたバッグの持ち手がオレンジだったと。<laughs> あら全然 <laughs> 全然違うじゃん。しし白とオレンジ <laughs> 全然違うじゃん。 実際届いた商品がホームページに掲載されていたものと明らかに異なるのであれば、うん、売買契約の対象となった商品が未まだ届いていないっていう見方になると。 販売業者側の債務不履行、うん、このような場合購入者は商品の掲載ページをプリントアウトして保管しておきおちゃんとアナログにしてね保管しておいて販売業者に対して直ちに掲載写真と同じ商品と交換するように求めそれが行われないのであれば契約を解除して代金の返還を求めていくっていうこういうやり方になるんですね。んんととややり方あったんだやったただことないわう これちょっとメモっといてもらって、うん、ただここまでできるかどうかっていうのは人によると思うんですよ違うじゃないか,いなか,なか交換してくれとかやりとりとかも大変ですし、うん、だからこの写真と違うじゃんになりたくないわけですよね、うん、未然に防がないとあそうかそのポイントを今日はちょっと考えていきたいんですよそれがまとまってるわけではないんですね西川さんの方で私の方ではねうん。 あるんですか。考えながらやってますね。えー、<laughs> 今考えているんです。そうでは特にあの <laughs> 急に当てられちゃった生徒みたいな感じ。<laughs> ポイントはないんですけども、<laughs> ちょっとその写真写真をよく見せるテクニックに騙されない方法みたいなのあるので、はい、ちょっとい。えー、あるあるああるじゃん。はい。はいはい いきますよ、はい、あのよくあるのが製品のサイズを大きく見せたり小さく見せる手口があるそうなんですよ。手の上に乗せて手のひらサイズをアピールするケース、うんはい、これ手のサイズがもともと大きい人をモデルとして起用することで <laughs> <わ>相対的に製品のサイズを小さく見せようとする。なんてばかばかしいテクニックじゃないですか。<laughs> いですこれは要注意です 私から言えるのはこのくらいのポイントかな。<laughs> まあでもあのー、不動産とかだと、はい、だいたいあのー、魚眼レンズ使ってる会社は信用しない。はい、広角になんか広がってる広角レンズっていうんですか。すごく部屋を広く見せようとするテクニックを駆使してる写真だった場合は。 本当に肌が立ちますねそのテクニック使ってる時点でちょっと信用できないですもんね。そう信用できないそういうのあるな確かに,あ,確かにあと飲食店のレビューで、うん、その公式の写真とレビューを見比べた時に差がありすぎるお店は、うん、その一般の方が上げてるレビュー写真でもまあまあ美味しそうだったとしても、うん、ちょっとうんって思いますよね。ななんんでそんなに盛る必要があるのって思っちゃう。 普通に十分美味しそうじゃん<ー>普通に撮ってって思っちゃったりはしますけどねあと飲食店なんかだと例えばその紹介サイトの写真だとそれ読み撮れたりするから、はい、その飲食店を他の SNS で調べて情報ソース多くするとか今だとねグーグルで登録されてるお店でもう写真一般の方が上げてるレビュー出てきますもんねその写真はあまりにも下手すぎたりもするんですけどね逆に。<laughs> いやそうなんですよそのね,ねアプリによってっていうかねサイトによって結構差が出るんですよ、すよインスタだとすごい綺麗におしゃれに撮ってくれてる人多いんだけどグーグルの口コミなんぶれてない、大丈夫みたいな。ね、<laughs> な何の,のカメラで撮ったのこれみたいな食べログはみんな物語形式だし物語だね、ストーリーなんですね小腹が空いたなと思って路地を歩いてみたらみたいななどこどこでの用事を済ませどこどこ訪ねたところお休みだったのでこちらへ。 いスクロールして写真見てください。あと IT 関連の製品でよく使われる手口って言っちゃっていいのかな技もあるそうで <laughs>、ね、これもすごいよくわかるんですけど思ったより配線がごちゃごちゃしている,<ー>かる本来なら接続されているはずのケーブルを省略して見せる技でなんかおしゃれなライトとかによくありませんかあー はいこういうことなのねありますよね壁から生えてるように見えたりとかあれってうまくまとめて隠して撮ってるってことですよねそもそも配線をつけないで撮ってるやってるっていう技もあるみたいですよアップねそれ気をつけよう配線マジでわかんないんですよ僕確かにそうですねなんかその仕組みまで想像するとか確かに確かにスカウトしたらあの部分やっぱりストーリーで想像することじゃないですか。 だからやっぱりこれを買ってみたらなかったのでこちらへみたいなそこはいらないじゃない前日単はいらないですよ基本エピソードゼロはいらないですよ夜寝る前に本を読みたいなと思いそれはいいですよそれは用途としてはいいと思いますけどちょっと前後想像することも大切かもしれませんねまああと動画動画の話しても大丈夫ですかああ YouTube で最近家具の組み立てを僕 YouTube の動画見ながらやったんですけどあ そういうのってもう DIY うまい人チャンネルとかデジタルガジェット大好きおじさんチャンネルとかだったりするんで組み立てめっちゃうまいんで一人でできますみたいな僕は15分で終わりましたみたいなこと言ってるんだけどマジ2時間かかったからっていうそういうんかプロがやりすぎてるのは信用しちゃいけないっていうのは食べ物とかにも当てはまるかも取るのうまい人がやりすぎてるとかっていうの含めて。人のの技術パターンやっぱ レビューを素人が参考にするっていうのが、やっぱ一番最低ポイントとして思っといた方がいいのかもなっていうのは、その体験から思ったなそ、うんうんうん。そうだね。でも、あの、お洋服の口コミとかで見ると、うん、あの、全身みたいのに、上半身の写真しかのす撮ってなくて載せてる人とか、いやいやいや、裾丈みたいのにみたいな。<laughs> そういうのとかは、ちょっと写真がうまい下手で、上手じゃなくても、うん。 ちちゃんととと見見せせ、ねうん、せてててはっう全をるかどうかどあといっぱいぱ載ほしいとにかくうん360度いっぱい撮った中でもいいなんかなんかよく見せようとしてるやつを選んで載せないでほしい基本的にレベルとしての意味が下がるから、うん、ちょっとね引き続きいろいろ手のひら注意とか、うん、広角レンズは広角レンズとして見るとか、うん、その素人レベルを合わせるとか全貌を見せるとかいろんなポイント出てきたので、はい、あなたの。 み見抜き方って言っていいのかな。うん、ちょっとこの写真と違うじゃんってならない方法ですとか、うん、裏技ね裏技。今までにねそういう経験をしたエピソードとか、あと逆にいい方に裏切られた。うん、そんなことがありますね,ね。ちょっとこういったメッセージもぜひお待ちしています。うん、メールアドレスおいでよ at mark joqr ドットネットです。このコーナーはポッドキャストや YouTube でもお聞きいただけます。ぜひチェックしてください。